こんにちは、みです。今回はクリスマスメイクということで、大人シンプルな、なんだろう、かわいいメイクを意識してメイクしてみました。シンプルなんだけど、女らしい可愛さもあるようなメイクになってるかなと思います。結構シンプルなメイクなので、どんな場面でもしていけるようなメイクかなと思うので、クリスマスに限らずこのメイクやってみてください。ぜひぜひ最後まで見てください。それではどうぞ。はい、それではメイクを始めていきます。まず最初に左右の二重の幅が違うので、ダイソーの伸びるアイテープを使って右目を左目に合わせて二重にしていきます。次にイプサのコントロールベースを塗っていきます。こちら最近購入したんですけど、本当に気に入って毎日使っています。っていうのも、顔の木くすみをすごく取ってくれて、透明感のあるお肌に見せてくれます。これを顔の中心に塗って外側に伸ばしていきます。これをね、塗るだけでも本当に肌が綺麗に見えて、すごくおすすめです。次に RMK のジェルクリーミーファンデーションの103番と104番を混ぜて、自分のお肌の色を作っていきます。と、首のね、色に合わせて基本的に作っています。これを顔の中心にのせていってから、スポンジで外側に伸ばしていきます。スポンジはリアルテクニックスのスポンジです。このスポンジは本当に綺麗に均一に薄くファンデーションが伸ばせるので、本当に気に入っています。次にスキンフードの紫色のフェイスパウダーを使って顔全体をセットしていきます。スキンフードのフェイスパウダーはいろいろ持ってるんですが、本当にね、どれもすごくおすすめです。めちゃめちゃ肌を綺麗に見せてくれます。そして次にエチュードハウスのアイブロウペンシルの黒いものを使ってアイブロウを描いていきます。こちらね、結構前なんですけど、ファンレターと一緒にファンの方からいただいたものなんです。本当ありがとうございます。最近アイブロウは黒くするのにハマっています。次にエルフのアイブロウマスカラを使って眉毛をセットしていきます。こちらディープっていうお色です。今回はモーフィーっていう海外のブランドのアイシャドウパレットを使っていきます。こちらはね、35の T っていうトープトーンのアイシャドウパレットです。まず左下のマットのアイシャドウを、あのくぼみのところを中心に塗っていきます。こちらは眉下までしっかりと広めにのせていきます。目頭の方までがっつり塗って、鼻筋とこんな風につなげることで骨格をきれいに見せることができるので、この塗り方はとてもおすすめです。そしてもうちょっと暗めのマットのアイシャドウを目尻の方に重ねて塗っていきます。目尻に締め色をのせるときは、くっきりと乗らないようにしっかりとブレンディングブラシで綺麗にぼかしていきます。そして下まぶたにも黒目の下あたりまでしっかりとのせていきます。次にここのシマーなカラーを、さっき締め色をのせたところ以外の場所、目頭の方と涙袋目頭にのせていきます。次にアディクションのザ・アイシャドウの92番のマリアージュっていうカラーを目頭を中心にのせてキラキラと見せていきます。次にカラーポップのグローっていうカラーで眉下のハイライトを入れていきます。ここにね、ハイライトを入れることで、さっき広めに塗ったアイシャドウも綺麗に見せることができます。次にスカルプ D のアイライナーを使ってアイラインを引いていきます。目尻の方はちっちゃな可愛い跳ね上げラインを描いておきます。こちらが去年のビセの限定品なんですけど、気に入ってるのでこちらを使っていきます。この一番暗いカラーで、アイライナーをぼかしつつ、結構広めにね、黒い色をのせていきます。そして下目尻にものせて指でぼかしていきます。まつげをしっかり上げたらマスカラを塗っていきます。今回使うのはロレアルのダブルエクステンションカールというマスカラを使っていきます。下地をね、上下ともにたっぷりと塗っていきます。乾くのを待つ間にメイベリンのフェイスチュードゥオマスターハイライトの3番をチークとして塗っていきます。
下地が乾いたらマスカラを塗っていきます。こちらのマスカラは下地とマスカラが一緒になっているのでとても楽ちんで、しかもボリュームもすごい出してくれるしカール力も抜群なのでとても気に入っています。はい、今回のメイクの主役です。カラーポップの赤リップ、クリーパーっていうカラーを塗っていきます。クリスマスにふさわしいすごいブライトなレッドで、もうねクリスマスといえばマットな赤のリップっていうイメージだったので今回はこちらをチョイスしました。指で綺麗にぼかし広げていって最後にフェイスパウダーなんかでエッジを綺麗に整えます。これでメイクの完成です。最後まで見ていただきありがとうございました。皆さん素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。